どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、またブラックフェザーというか、クローズさんセリザタモデッキなんですけれども、ハーピーの狩り場っていうスキルがね、あるじゃないですか。このハーピーの狩り場っていうスキルが、このハーピーの狩り場っていうスキル、結局ハーピーレディが出たらその魔法トラップをなんか破壊できるよっていう強制効果なんですけども、ハーピーレディ、ハーピーの狩り場なのにハーピーレディが入ってないパターンが多いわけですよ。なのでハーピーの狩り場なんだからさ、ハーピー入れなきゃとということで、今日はですね、ハーピーブラックフェザーっていうね、デッキ、これね、OCG の方ではですね、風属性のハーピーレディと、闇属性のブラックフェザーを入れて、サイクロンジョーカーっていう風属性と闇やから、風と闇、緑と黒っていうことでサイクロンジョーカーっていう、なんだろう、デッキがあるんですよ。そのデッキをまあリスペクトして、まあ持ってきたデッキになりますね、基本的にはデュエルリンクスに。で、闇属性のブラックフェザー、超獣属なんですけれども、超獣属サポートも結構たくさんあってですね、で今回は新しいパックで登場したこのスワローズネストっていうこのカードを使っていきます。このカードどういう効果か、自分のフィールドの表側表示の超獣属モンスターをリリースして、同じレベルの超獣属をデッキから出すとマスクチェンジです。要するにマスクチェンジ、鳥のマスクチェンジができると。でこれでそのブラックフェザーからのハーピーとか、ハーピーからのブラックフェザーとか、まあ、こういった、まあ、動き、これをやっていきたいなと今回は思ってます。だからバックを除去する手段がを、今まではハリケーンとか、まあ、コズサイとかに入れてたんだけども、これをねハーピーレディにしようっていう、まあ、そういうデッキですね。はい、サイクロンジョーカーお前の罪を数えろってことね。でいうことで、まあシンクロモンスターはこんな感じで、まあカウンタートラップも入ってんだけど、ギミック的には、まあ、なんとかそのブラックフェザーを展開しながらそのスワローズネストを引いてハーピーレディに出すっていう超かっけえムーブをしていくっていう、まあ、こういうデッキですね。早速やっていきましょう。やっぱねハーピーの会話なんだからハーピーレディ入れないと。デュエルスタンバイ。さあ鳥さん焼き鳥デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。旋風発動今のところ普通のブラックフェザー、ゲイル捨ててモンスター召喚シム旋風効果、旋風効果。ただちょっと面白い動きが見せれそうですねこれ。じゃあスワローズネストがありますんで、スワローズネストがありますんでね。でゼピロス持ってきて、ゲイル持ってきて、で召喚劇残っていく、ゼピロスを召喚していく。ロイ旋風効果、ロイ旋風効果。本日のデッキはこちらってね、まあ、生放送でも言ったんですけど、最近ちょっとですね、事務所違うんですけど、気まぐれクックさんに今更ハマってましたよ。私気まぐれクックの動画めっちゃ見てるっていうね。本日の食材はこちらハマり、なんかちょっとなんかなんていうんですかね、こういうワードちょっと一時やっぱちょっとハマっちゃうってあるんですよね。なんかこう一回見出すとね、なんだろうな、ずっと永遠に見ちゃうっていうのありません、こういうものって。気まぐれクックさん結構ね遊戯王も結構好きなんでね、三沢さんのチャンネルにはよく出てるんですよね。さあ来てきたで、おろしもして、おろしもしていく。そしておろしレベル1、おろしをレベル6、シムーンにチューニング。漆黒の戦士よ、今こそ疾風殿の戦果を上げよ。シンクロス召喚、将来せよレベル7、ブラックフェザーテイマー漆黒の北勝。そして北勝さんの効果を使わずにゼプラスの効果を発動。フィールド上の旋風を戻してこのカードを特殊召喚。さらにカードを1枚セット、ターン終了。いやー、ぶん回しました。あとはご自由にどうぞブラックフェザーもまあまあ長いからな。
先行でも後攻でもぶん回すから。お、熟成一熟成 OK。 エンドサイクしまーす。スワローズネスト発動。スワローズネストの効果によってゼピロスを流し、俺はデッキよりハーピーダンサーを特殊召喚。ハーピーダンサーによりハーピーの狩り場の効果、これがハーピーの狩り場だ。狩り場でちゃんと狩り場使ってる人久しぶりに見た。ハーピーレディ効果、ハーピーレディを戻して、ハーピーレディってハーピーダンサーなんだけど、ハーピーダンサー召喚、ハーピーの狩り場の効果発動。相手封じの魔法トラップを1枚破壊、雷系で効果発動、相手のモンスターを破壊。強すぎワロタ、強すぎワロタ、強すぎ強すぎ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエル3倍いただきに立つものか。なんだこれは、あれかブラックフェザーか。ブラックフェザー、あの一応山でもね、あの打点上がるんでね、サーチ幅増えますからね。狩り場でも山でも同じようなもんです。それはあー旋風、あやっぱりな。オッケー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 。把握スチーム入りか。スチーム入りはちょっと弱そうだけどな、どうなんやろうか。結局打点で旋風の効果で攻撃力、そのもう召喚したモンスターの攻撃力より低いモンスターしかサーチできないんで、結局ね、そのね、こういうね、ああま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 あ強かった。それあれか、あでもそうか、そうか、確かに召喚権使うからね、召喚権をスチームに割きたいと、まあそういう話ね。オッケー把握しました。でスチームトークンが出てきていく。7シンクロをしながらスチームトークンが出てきていく。スチームトークン出てくる。でおろしが手札にいた。でもう1枚なんだ、おろしは別に、あえそのハンドは弱くないか。そのハンドは弱そう。シムーンの効果発動。シムーンを押せで旋風を置いてシムーンを召喚し、もう遊戯王超獣リンクスになってますね、完全に。鳥しかいませんって言ってて、なんか意外と、そうは言っても意外とですね、意外となんですよね。これちょっとダンサーいきますか。ダンサー出す意味もあんまないんだよね。ダンサーいきましょうか。ダンサーして、ダンサー効果で旋風割って、で、ダンサー効果戻して、さあ、相手の盤面をボロボロにしていく。ハーピーダンサーの効果でハーピーダンサー召喚して、ハーピーの狩り場の効果と山をぶち壊していく。強すぎまろた。で、こうして、で半分に一応して、まあ死ぬからあいつ意味ないんだけどね。シューの雷系ですね。ハーピーダンサーにレベル3チップのゲイルをチューニング。漆黒の翼翻し、雷鳴ともに走れ。雷光の斬撃進化召喚、ウソソゲアスタルトブラックフェザー、シューの雷切り、そして黒槍のブラストを特殊召喚、雷切り効果。本日の被害者がこちら。対戦ありがとうございました。さあ本日の被害者がこちら、まさきあんずさんですね。よろしくお願いします。まさきあんずをさばいていく。これは気まぐれファンに怒られるわ。すまん。じゃあ、あれですかね、リスペクト、バカにしてるとかじゃないですかね。リスペクトしてるわけだけですから、ね、普通。これはマジの話。これはマジの話。マジトーンでしょ、俺。なるほど。じゃあですね、私がですね、このね、岩砕き講座、岩砕き講座を、皆さんにお見舞いして差し上げましょう。岩砕き講座、まあ、岩との恋方、基本的にですね、こいつです。涙雨の千鳥、漆黒の翼、濡らし、そぼ降る雨に響け、雷鳴の一撃、シンクロ召喚、月のヒロ、アサドブラックフェザー、涙雨の千鳥。カードを1枚セットし、そして黒槍のブラストを攻撃表示で召喚、バトルフェイズ、食らえ。これでまず銀幕を吐かせます。銀幕コンセントを吐かせます。はいはいはい、吐かせましたよね、これで。で、打点が上がるんですよ。
どうですか3700の千鳥、これであとはなんか千鳥の横に1900くらいのやつを立てて殴り続けるだけで、銀幕とコンセントを吐かせ続け、なくなったところで岩をぶち殺すっていうね、これです。これが岩木砕き講座バトル。やばい、あ、え、コンセントある、あ、やめろ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 よやめろよ、焼き鳥にされていく。いや、よう見たらこれまだなんかこの間俺が目立った時の敵と同じだな俺。皆さんよかったら、焼き鳥動画も見てね。